皆さんこんにちは、柚木少佐です。東北キリタンだぞ。前回のテーマは、あぶみ、くら、鎧でしたが、キリタン、覚えてますか？中世に、騎馬戦士が大幅に強化されて、で、社会の中で、騎馬戦士の士族的な集団が力をつけていって、中央に流れるはずの富の多くが、地元のそいつらのところに流れるようになって、そのうち、最強の騎馬戦士団が頂点に立って、他の弱小集団は、生き残るために頂点に立った奴に心中するようになって、結果として、ゴーンと奉公の関係、つまり封建制が誕生した、こういうことだよな。その通りです。しかし、ここで一つの疑問が出てきます。疑問？中国です。中国では封建制は発達しませんでした。あれ？あぶみも公式の蔵も、中国から広まったんだよな。おかしいぞ。前回見たように、封建制の成立は、騎馬戦士が無敵化した結果です。ってことは、中国には騎馬戦士をその座から引きずり下ろす、何かがあったということか。そうです。考えられる要因は2つあります。その1つ目は、クロスボウだろ？もう動画の冒頭シーンで答えバレバレじゃん。ええ、まあそうなんですが、悲しいな。中国でクロスボウが発明されたのは、紀元前7世紀頃と言われています。発明の肝となったのは、青銅で作られた精巧なトリガー機構です。ああ、クロスボウには、弦の保持と解放が必要だから、トリガー機構は必須だよな。トリガー機構は、元王朝の時代には、画像のようにケーシングと各パーツが一体化した構造になりました。理由はおそらく、威力が増して、その分トリガー機構に高い剛性が求められるようになったのでしょう。そんなに威力があったのか。写真は兵馬俑で発掘されたものですが、弦の長さは130センチだったそうです。へえ、当時の人の体格を考えると、かなり大きめだよな。これってリカーブ球の形をしてるけど、シリーズ第3回で見た複合球なのか？この写真の埋葬品についてはわかりませんが、すでにこの頃には複合球の技術は確立されています。後の時代の書物などを見ても、クロスボウは大体複合リカーブ球で作られていますね。なるほどな。でも、複合リカーブ球って、大きさの割にドローレングスが長いって言ってなかったか？ドローレングスが長いと、クロスボウには不向きだろ。いえ、トリガー機構は非常にコンパクトに作られていたので、ストックの後端に配置することができました。後端に配置したことで長いドローレングスに対応できた上、トリガー機構を照準器としても利用できました。はえー、すっごい。こんなものを紀元前に量産してたのか。ちなみに、この大きさの複合球ならば、ドローウェイトは25キロ程度が普通です。でも、クロスボウは両手両足と背筋を使って弾けるので、もっと強い弓を使うことができます。中国のテレビ番組で、学者さんが、ドローウェイト38キロ程度と予想してましたが、現実的な数字だと思いますね。38キロはすごいな。だからトリガー機構を青銅で強固に作る必要があったのか。てか、中国では、あぶみや公式の蔵が普及するはるか以前に、クロスボウが普及してたんだな。知らなかったぞ。クロスボウの最大の利点は、扱いが容易で誰でも使えるということです。普通の弓は、指の力で弦を保持しながら狙いをつけるという、2つの動作を同時に行う必要があります。一方クロスボウは、トリガー機構がしっかり弦を保持しているので、射手は狙いをつけるだけでいいんです。弓を一人前に扱うには、数年に及ぶ修練が必要ですが、クロスボウならば数時間で扱えるようになります。誰でも扱える兵器だから、常用されたばかりの増兵でも一発の戦力になったということか。そうです。マクニールは、中国でクロスボウが与えた影響について、簡潔にこう述べています。もし、一人のクロスボウ兵が、重い甲冑に身を固めた騎兵を、馬から射落とすことができるなら、大型の馬や、高価な甲冑に投資することは意味をなさず、したがって、イランの豪族やヨーロッパの騎士のような騎馬戦士が、社会の頂点に居座ることもない。なるほど、クロスボウが騎馬戦士の無敵化を妨げて、封建制が発達しなかったのか。でも、ヨーロッパはどうなんだ？ヨーロッパにもクロスボウはあったはずだぞ。ヨーロッパでは古代ギリシャにおいてガストラフェテスと呼ばれるものが発明されました。英国のマスタークラフター、トッドスの動画を見てみましょう。Slightly inelegant to shoot, but as with all of these things,
As you become more familiar with them, it becomes easier. I can't say I shoot these a lot. 剣を引くんじゃなくて体重で弓を押すのか。これ発明したやつって絶対デブだろ。残念ながら全く普及せず、そのまま歴史の表舞台から消えてしまったようです。11世紀初めてクロスボウを知った東ローマ帝国の公女アンナ・コムニニは著書アレクシアスの中でこう記しています。さてこのツアグラはバルバリコンとクソンで、ヘレネスには全く知られていないものである。あらら、中世のギリシャではクロスボウは完全に忘れ去られてたのか。そうみたいですね。一方西欧では10世紀頃から少しずつ使われ始めました。でも当初はあまり有効な武器ではなかったと言われています。初期のクロスボウは弓の部分が単一木材で作られていたんです。これもトット氏の動画を見てみましょうか。初期の西欧のクロスボウを再現したものです。 It's surprisingly accurate. That in fact was a bullseye. Here we go again. So that one was 3 inches below the first at 15 paces. It's a linen string, a yew bow. It's a pleasure to shoot. It's very fun. It's not a weapon of war. Without a shadow of a doubt, it is not for war. Taking birds out of trees, absolutely perfect. なんか子供のおもちゃって感じだな。戦場でまともに使えるクロスボウが出現したのは11世紀の後半あたりです。ああ、その頃ってとっくに封建制が成立してるよな。西欧では一応普及したけど、普及した時期が中国と比べて遅すぎたってことか。そういうことです。でも一度普及すると、支配階級である騎士にとっては大きな脅威となりました。1139年、第二回ラテラン公会議では、キリスト教徒同士での使用を禁止する決議が出されています。めっちゃ嫌がってるってことじゃん。やっぱ騎馬戦士に対して有効なんだな。さて、西欧のクロスボウについてもう少し詳しく見てみましょうか。西欧では、ローリングナット方式と呼ばれるトリガー機構が発明されました。中国の方式と全く違うんだな。この方式はトリガー部分が長いので、その分、ドローレングスが極端に短くなってしまいます。え？引き代が短いってことは威力が出せないじゃん。いえ、ドローレングスが短くても、威力を高める方法はあります。単純に、ドローウェイトを極限まで高めればいいんです。ドローウェイトを高めるってことは、つまり弓の部分を強くするってことか。そうです。弓の部分は13世紀には複合材料で作られるようになり、14世紀には鋼鉄製になりました。鋼鉄製のものは中国のクロスボウよりも強力ですが、そこまで大きくは変わらないですね。そりゃパワーストロークが不十分だと効率悪いだろ。ヨーロッパについてはよく分かったんだけど、中東はどうなんだ？中世の中東で軍事力の中心を占めていたのはジュルク系の遊牧民です。彼らは若い頃に奴隷商人の手を経てイスラーム世界の有力者に購入され、軍人として主人に仕えました。あ、それ聞いたことあるぞ。マムルークってやつだろ。そうです。武士や騎士と身分は異なりますが、いずれも中世の士族的集団を形成した騎馬戦士です。羊が遊牧民である彼らは馬上で弓を使うことができたので、クロスボウをあまり必要としませんでした。ステップとの地理的関係が原因で流行らなかったのか。じゃあ、日本の場合はどうなんだ？律令制の軍団が機能していた頃は、中国式のクロスボウが日本でも使われていました。へえ、律令制ってことは、奈良時代あたりか。そうです。軍団の編成では、50人の隊から体格と腕力に優れた者2人を選抜して装備させるとあります。50人で2人だけかよ。少ないな。当時のクロスボウは官給品で、すべて国が製作していましたが、量産できなかったんでしょう。トリガーって、青銅鋳物だろ？鋳物なら量産できるじゃん。青銅部品はそうですが、弓に使う動物の角の入手が難しいですね。日本には水牛や羊がいません。牛は飼育されていますが、角が小さいものがほとんどです。品種というよりは、当時の飼料や飼育環境の影響かもしれませんね。角が小さいなら、複数の角を継ぎ合わせて使うってのはダメなのか？私もそう思いましたが、ハンガリーの学者さんがすでに試してました。やっぱりダメみたいですね。あらら。なら、中国から輸入すればいいんじゃないか？中国には水牛とかいるだろ。現代の肉牛のように大量飼育されているわけではないので、安定した輸入は無理ですよ。
食日本儀には面白い記述があります。唐の皇帝が日本に帰国する遣唐使に対して語った内容です。この頃、安禄山の乱によって兵器を多く失った。今弓を作ろうとして、代わる代わる諸方に嗅覚を求めている。聞くところによると、南寺の本国には嗅覚がたくさんあるという。慶が帰国したなら、陳のために嗅覚を求めて、使者を派遣するついでに、東方に送れ。ほう、中国でさえ角の確保に苦労してたのか。動物素材って面倒なんだの。おっそうだ、動物素材がダメなら、和球みたいに木製の複合球にすればいいじゃん。それは可能ですが、木製の弓で威力を出すためには、どうしても大型になってしまいます。こんな感じです。うわ、なんだこれ、でかいな。明代に火器が普及すると、高価な複合球のクロスボウは権力者の興味を失いました。代わって、このような安価な木製球のクロスボウが作られるようになったというわけです。和球で作る場合、多分これよりもさらに 20% ほど大きくなります。いや、そんな珍兵器を使うくらいなら弓を習うぞ。ということで、律令制が崩壊するとクロスボウも作られなくなり、歴史から消えてしまいました。でも、クロスボウが日本で普及しなかった理由は、もう一つあります。おん？今回の動画タイトル、二つの要因のうちのもう一つです。ああ、そういえば、そんなタイトルだったな。一つ目の答えはクロスボウで、もう一つは何なんだ？それは、動画が10分過ぎたので、また次回。だよな。そういえば、今年からクロスボウが規制されてるんだよな。誰でも簡単に扱える射撃武器、つまり銃と変わらないので、規制は当然でしょう。紀元前の技術で人を簡単に殺せちゃうって、武器って怖いぞ。当時はそれで戦争をやってたわけですからね。歴史は変わっても、人間の肉体的な弱さは変わらないしな。それじゃあここらでおしまい。ありがとうなす。